平行線は交わったし、もう番組が終了することが決定しましたが、もっと仲が深まるような企画を行って親睦を深めようというコーナーです。はい。スイちゃん、コロちゃん、こんばんすくー。こんばんすくー。お二人は今年花火しましたか？もしくは見に行きましたか？ちなみに僕はしてません。きっと他のセンスクリスナーもそうだと思います、うん、なのでぜひお二人にどでかい花火を打ち上げてほしいです。ほう。口で音を表現した後、どんな花火を打ち上げたのか教えてください。これで僕も他のリスナーも夏を感じられる気がします。何それ、どういうことということで、今日は口で打ち上げ花火大会を開催します。どういうこと？どういうこと？怖いね。どういうことかな。今回二人で口だけで花火を表現するらしい。へー、今から花火のお題が分かりやすく絵とともに出題されるので、それを見て口で表現したいと思います。へー。ちなみに打ち上げ花火には名前がついているらしい。へー。で、だからリスナーのみんなもお題の花火を検索してみてください。イメージしやすいと思うので大丈夫かこれ。これ終わりがけにやるコーナー。確かに本当だよ。では早速やっていきましょう。はい。お題はこちらです。花火の名前聞く。おー、うん、なんか大きめのね、うん、バーンってなるやつね。なんか最後の一発って感じですそんなことない。あ、一番ポピュラーなやつ。一番結構磨けるやつね。おー、はい、はい、それじゃあどっちからやる。あ、じゃあ私から。じゃあスイちゃんからどうぞ。あ、じゃあ田所さんどうぞ。はい、いきます。パラ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 。じゃあ次行こうなんだよこれはい、次です。花火の名前カムロ。おー、これ綺麗だよね。色はあんまりないというか、うん、はい。じゃあ、あ、じゃあ私から。はい、スイちゃんから。じゃあ参ります。バーン、シャ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 。なるほど。はい。じゃあ私が。はい。バーン、シャ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 。怒られた。怒られた。怒られた。これ何時間ですかマジで。じゃあ次。はい、次。はい。あ、柳。柳私あんま見たことないかも。じゃあ私からいきます。パンパパ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 パ。おお、想像できたね。結構いいよね。おお、いいよ。はい。じゃあ私もいきますね。はい、スイちゃん。パパ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 シャ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 。DJ してる。DJ してる。ちょっとスクラッチしてる。はい。比喩性。あ、これは知ってる。え、これわかんないかも。じゃあ私がちょっと表現します。はい。はいはい、じゃあ参ります。シャ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 。え、わかります？あ、でもなんか聞いたことあるかも。音言われたら。そうだよね。うん、なんかその最初は、不発か、うん、と思いきや、シュワ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 。ああ、なるほどね。じゃあ、私が。シュワ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 。舐めてる舐めてる。舐めてる。よいしょよいしょよいしょ。それ動物相手にしよう。はい、では次。仙林。これも見たことある。これも盛り上がるよね。これ一緒にじゃない。これも、あ、確かに一人じゃできなくない。最後だしね。うん、最後に。はい、いきます。パン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 。何これ本当に。なんか終わるからって何でもやっていいわけじゃないからね。
最悪。はい。というわけで、こんな感じで、リスナーの皆さんからも、私たちの親睦が深まりそうな企画はお待ちしております。以上、スクランブルプランのコーナーでした。アニパ。アニパ。